はい、皆さんよろしくお願いします。今回もスピチューブ、今回はですね、自販機、これからねちょっと自販機をご紹介しようかなと思うんですよね。夜の自販機、まあそういうあれじゃないんですけど、夜に行く自販機ですね。ちょっとね場所が分かりにくい場所にありますので、行き方をねちょっとこちらで見ていただいて行ってほしいなと思います。ですね、今いる場所がね水島になるんですよね。ハローズの広江店ですね。これを小島方面に向かってもらいます。ここですね。ちょっとね信号を待っていただいて、これスッとね行きそうですけど、信号ちゃんと見ていきましょう。はい、いや僕もねちょっとねどこにあるんだと思ってね、だいぶ迷ったんですけどね、こっち側にあるんですね。この下を、くぐる感じなんですかね。あの一時停止がありますので、しっかりね一時停止して、でこれをね右に行けばあるということで、もう ほぼ地元の人しかわからないような、場所にあるのかなというような感じですね。でこの先にねなんかちょっと光ってる、眩しい光を発見しました。ここですかね。はい、今日こちらに行ってみようかなと思います。真夜中の自販機シリーズ。もうすでにね、焼いてあるんですね。ちょっと入れたらどうなるのか。あ、タッチパネル式しようかな。一切れ。タッチパネルがいいです。なるほど、こんな感じです。ですね、冷凍自販機、電子レンジで温めるだけで食べれるっていうやつですね。はい、これがね先ほどの自販機で、買った、300円のねサワラですね。瀬戸内海ですね。米麹と塩使っているということで、こんな感じです。どうですか。ちょっとねこれレンチンしてくださいと言います。こんな感じです。もうねすでに加熱してあるので、あとは電子レンジで、加熱するということです、別の容器に移してから電子レンジで温めてくださいということです。ちょっと一旦開けますね。お、すごいいい米麹と塩使ってます。だからこのねパックで、いやちょっと楽しみですね。いかには熱くなる。できました。
はい、こんな感じです。瀬戸内海産の小笠原です。ちょっとね、よいしょ。お、程よい柔らかさです。見てください、これもうご飯と一緒に食べたらめちゃめちゃ美味しいやつじゃないですか。なんか普通のね、市販のあのやつより柔らかさをすごい感じますね。この箸をね、でこうやってほぐした時で、どうなんかな、これに関してはちょっとあれですけど、骨がないというか少ないのかな、ほとんど見えないですね。というわけで、あのね、ちょっと男の家っていう感じで申し訳ないですけど、じゃあ早速ね、いただこうかなと思います。ちょっとね、ほぐしてあって見栄えがあれなんですけど、サワラです、瀬戸内海さんです。いただきます。うん、これ本当に白いご飯に合う感じですね。程よい塩加減です。そんなに塩辛いってわけじゃなくて、うん、すごい食べやすいのと、骨がないですね。まあ物によると思うんですけど、いただきます。うん、ご飯に合う、白いご飯に、うん、で日本酒に合いますね。おそらく米麹使ってるから余計に、あのね、うん、あ、美味しい。これ300円だったら本当にちょうどいい価格かなと思います。で、24時間買うことができるので、まあ、冷凍だから、まあ、どうなんかなと思ったんですけど、本当にちょうどいい柔らかさです。うん、まあ、凍った状態でね、販売されてんで、自然解凍でね、やってった方がいいかなと思います。うん、身がすごい柔らかいです。また行こうかなっていう感じになる感じな内容でした。これだけでも本当に満足です。というわけで、今日はありがとうございました。ぜひ皆さんも行ってください。本当に最近ね、自販機が増えたかなと思います。もちろんね、昭和とか平成の初めにあった自販機も消えてってんですけど、まあ消えていくと同時に新しいものができていくということで、今後がね、またさらに楽しみかなと思います。というわけで、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。